えいっす。髪の毛が。シリがイエスって反応した。そうですか、だって。イエスって。ちょっとね、びっくりした。こういうのもね、こういうのが一番びっくりする。もう6連続でツイッターの悪いとこ見てさ、女系のツイートやら、韓国系のツイートやら、キモ。もう、こういうのがあるからツイッターやっちゃいけないんだよ。いや、なんかその、女がなんかのやつとか、今韓国って嫌だよねとか言ってるやつら、その、ユダヤ、ん？なんだ？ナチスドイツの頃と思っといた方がいいよとか、なんかそれと同じだからねって言ってるけど、別に韓国が嫌だって今言ってるわけじゃないでしょ。別に。なんだかんだ言ってさ、日本にいる韓国の人ってなんかそういう事件とか起こすじゃん。嫌だなって。まあいい人は別にいいんだよ、俺は。まあ日本人だって悪い人はダメだよ。でもなんか傾向的に多いじゃん。まあ日本だから好き勝手やってやるかみたいなノリで生きてるのかわかんないけどさ。なんかね、そういうのあるよね。まあ韓国がどうちゃらこうちゃらってね、なってるけど。まあめんどくさいよね、今なんか。政治とか。政治とかめんどくさいよ。戦争にはなんないでほしいね、やっぱ。絶対戦争しちゃダメだよ。負けを認めるのも違う。一向に、あ、戦争しませんよ。何言ってるんですか？何言ってるんですか？ってね。感じでやんなきゃダメだと思う。でもあっちいっぱい徴兵してっからね、韓国。でも徴兵って嫌だよな。でも解釈の問題で、その国のためなんだから、苦労じゃないみたいな。苦労、なんか、労働を強いてないみたいな。なんかそういう解釈ってあるけど、戦うの解釈だろ。解釈？苦労だろ。日本語がちょっと起きたばっかりだからわかんねえ。いや、嫌でしょ、戦うの。でも今の時代ってテクノロジーだから別に徴兵しなくてもいいと思うんだよな。で、誰が言ってたっけ？中田敦彦が。あ、カビてる。後で洗ってもらおう、お母さんに。カビが映ってる。なんかキモいツイート見て、女さんのね、欲求、変なツイート見て気持ち悪い。なんで女ってそういうさ、ツイートでバズるんだろう。腹立つわ。女がバズってるツイート腹立つわ。超やばいでしょ、俺。やばいでしょっていうのも、それもなんかやるさ、ムカつくわ。なんでそうやってさ、俺、何もしてないんだよ、女の人に。なのに急に悪口言われてさ、腹立つなあ、あいつら。キモ。終わってんなあ、あいつら。嫌いだわ。特にツイッターやってるなんて。本当にそういうツイッター、そういうツイートするやつ、本当嫌いだな。全部片っ端からブロックしてる、6人全員。6個のツイート。キモいバズツイート。バズってるツイート全部決めんだよな。なんか、キモさってものがあるんで、バズってるものって。キモくないとバズれないのかな？なんでだろうね。俺ツイッター嫌いだからな。今日もちょっと惰性でツイッター見たけどさ、もうタバコみたいなもんなんだな。だから俺タバコ絶対やめられないわ、始めたら。ツイッターやめられないんだもん。でもこういうのがあるとね、ツイッター見る時間減るんですよ。こういうゴミクソツイートが一時的にドバって流れるとね。全部腹立つな。ちょっと。ね。
ツイッター俺は嫌いだな。なんでこんな俺はツイッターに毒されてるんだろう。まあでもツイッターはやっぱね、つかず離れずだからな、絶対に。俺ツイッター見なくなったら何も情報源なくなるからな。まあでも別にいいや、ツイッターなんか見なくても。ツイッターの感じ嫌いだから。ツイッターアレルギーじゃないけどさ、ツイッターアレルギーです。全然喋んないね。今日の朝めっちゃ喋った。一人でね、すごく面白かった。嘘ついてる人みたいだけど、やっぱ俺はダメ。リラックスなんですよね。全然リラックス、いや、リラックスしてんだけど、だからリラックスの種類が違えんだよな。なんかさ、あ、でも人に教えなきゃいけないからなんかな。ん？人に聞かせない？人に別に何も聞いてないけどさ、リラックスの種類が違う。動画、カメラ撮ってない時と、なんか、眠気ですね。すんごい眠いと、なんだろうな、変な緊張とかが、する暇なくなるんですよ。暇っていうかね、適当になるの。眠いとやっぱ、そんなに物事避ける、脳みそ死んでるようなもんじゃん。眠いと、バキバキっていうのかな。ふにゃんふにゃんになってるからさ、あんまり、緊張できるほど頭が回転しねえから、素で喋れんだよ。眠いときは。ペラ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 と。追い詰められてるから。でも俺も単純にベッドで生活しすぎて全然ちょっとして睡眠障害なんですよね。睡眠障害っつうかね、寝れないわけじゃないです。めっちゃ寝ちゃうって。今もすごい眠い。今も今日なんだ、何時間、5時間か、あ、5時間しょばい、5時間寝てない。あと3、4時間寝ないとね、寝たうち入んないんで。まあでも別にね、寝ましたり寝なかったり。あと髪切んなきゃな。キモいよな、この髪型。坊主にでもしよっかな。あ、道代残るね。もうみんな買わないです。クソですね、皆さん。それがいけないんだろうな。みんなに買ってもらうように自分が頑張りゃいいのにねって思ったけど。うるさい、うるさい、うるさい、知らんよ、そんな。うるさい、うるさい、うるさい。ダメだ、これ。本当にダメなんでしょうか。いやでも俺のグッズいいんだけどな、やっぱ俺、いや俺金あったら絶対買うもん。見る目ねえな、本当に。物語んないでほしい。俺のグッズをいいと思わないやつは何かを批評するの禁止ね。見る目ないから、節穴すぎ。穴でもねえよ、おめえら。なんもねえんだよ、そこに。空洞な、目ん玉が。穴でもねえから、お前ら。口悪っ。まあ口悪くやってますよ。最近は口悪いんですよ。ずっとお母さんとも口喧嘩してた。いやでも今日のね、お母さんが作ったラーメンまずくて。俺の好きなラーメンがあんの。家で作れる中で一番うめえの。うめえっていうか、まあそのなんか宅麺とか堀山さんが言ってるのとは別だと思うけど、なんかね、パッと買えるラーメンで一番うめえラーメンがあってさ、それを作ってもらったらお母さんが、ゆきりめんどくさいからいいかって言って、俺も寝起きだから、って言ったら、食ったらくっそまじいの。あのさ、ま、生麺タイプみたいのをついてた麺の粉と水道水の味がして、あ、ま、超まずかった。ひどいひどい。ずっと言ってたら、ちょっと、でも お父さんの話し始めてさ、俺の嫌いなね。俺の嫌いなお父さんが、
食べ物には文句言わないって言ったけど本当にまずかったんだってラーメンで、お母さんがあ、うちのラーメンまずいなって言ったらザマミラーって俺言っちゃったもん、ムカつきすぎて。俺の大好きなラーメンで待って待ってね、ようやく食べれるっていう。昨日はそのね、唐揚げだったんでラーメン食べれなかったんですよ。だからようやく食べれる、クソまずって。俺こんなにまずいって思ったことない。まずいって思ったことはラオだね。ラオが一番まずかった。最低ですね。こういうので訴えられないよね。気をつけていかなきゃいけないけど、まあ別にやり方ですよ。で、思ったのはもうあのね、俺は最近お母さんにね、キレてるんで、お母さん好きじゃないから、あいつに任しちゃダメだよ、本当に。料理下手なんだよ。いや違う、下手とかじゃない。浮き沈みがあんの、俺のお母さん。適当に作るから、美味しい時は美味しいんだけど、まずい時はとことんまずいの。あの人。ローストビーフも意味わかんねえんだよ。作るために時間かえんだよ。レシピ見ろって。レシピ通りやんねえんだよ、あの人。で、全然失敗してんだよ。やばいよな、あの人。ちゃんと気違いだと思うんだよね。うん。お料理気違い。クック気違い。気違いクック。気違いコックっつうかさ、おかしいんだよ、あの人。時間守んねえんだよ。まあ、俺が守りすぎなのはあるんだけど、なんでってなんかさ、挑戦しようとすんの。意味もなくね。その挑戦いらんから。みたいな。変なとこで挑戦するっていうかさ、手抜いて失敗すんだよな、ローストビーフも。そういうのがあるから嫌なんで、俺、お母さん。最近気づいたな。お母さん、美味しくないなって思って。でも、お母さんの的中率高いので、とんかつなんですけど、とか言ったらとんかつ外れるけどね。そうしたら近いうちにとんかつ食ったらクソまじいのが出てくるよ。本当に腹立つわ。湯切りしねえだけでクソまじいのな、ラーメンって。腹立ったし、お母さんね、水道水使うの。水、湯沸かすとき。あの雑さが俺嫌いなの。俺はいちいちね、浄水器でね、水をろ過してからやるんですよ。そこの違いよね、本当に。本当お母さんに呆れる。嫌だね。それが俺のお母さんです。ずっと悪口言ってて。あと嫌なのは、ちょっとありがとうって言うのですぐ言うの。俺は、なるべく生活の中でありがとうとか言ってらっしゃいとかね、気をつけてとかね、言うようにしてんのに、まあエアコンがね、まあ、梅雨だから俺放置してカビが生えてね、洗ってもらったわけよ。で別にね、なんかね、エアコン外しても、エアコンはね、その、カビキラーのに臭いから、つけんよ、みたいなこと言ったらなんかね、ありがとうも言わないで、みたいなこと言われて、その時はたまたまありがとう言えなかったんだよ。でさ、本当にありがとう言って欲しかったから、そういう空気にすんなよって話なの、俺は。確かに俺もね、そこでありがとうって言い忘れた。けど、もう言えないじゃん、そう言われたら。絶対ありがとうって言えなくない？言えない言えない言えない。てか普通にありがとうって言って気がするんだけど、ね、あいつが忘れてんだよな。え、ありがとうって言ってたよな、あいつ。腹立つわ、なんか物事やってる。俺言ったんだよ。よくよく考えて、いつもありがとうって。ありがとう的なこと言ってた、俺はやってる最中。腹立つわ。そういういちいちネットかよってね、切れた俺。ネットみてえにさ、揚げ足取ってくる奴らみたいなの言って、ネットかよって言った。でも俺の声が面白くないから。本当に怒ってる人みたいな声になっちゃうから、喧嘩しづらいなって思った。いやー、お母さんは嫌だよね。なんか、適当だしさ。まあ、お母さんの嫌なとこあれですよね。まずいスーパーでお弁当買ってくる、いっぱい。やめろって俺思うんですよね、あれ。まずいスーパーとかさ、その弁当に全然力入ってないとこの買ってくんですよ。美味しくないやつ。ってなっちゃうね。本当にそれでお金散財してさ、マジで。ほっともっと言ってくれって。ほっともっとの方が安いからって思っちゃうんだよな。そこも俺の嫌なポイントなんですよね。いいとこもありますけどね。
母さんの悪口になってっけどさ、もうでもおしまいよ。俺お母さんもお父さんもね、嫌いになったら喋んなくなって死ぬから。おっと、お母さんに話してもつまんないんだよな。いや別にその一般人にあのプロ並みの面白さを求めてるってわけじゃなくてね、あの人話聞いてくれないんだよね。大事な話も聞いてくれない、お母さん。俺が話しすぎてそれ腹立つんだよな。でも俺お母さんいる間俺喋れないから、うん、恥ずかしいから。それもダメなんだよな。一人暮らししなきゃっていけど金がねえからさ、必要最低生活基金、すごいね、なんかそういう言葉みたいなね作ってますけど、まあ、必要最低限の金がねえの、継続的なねそういうもんがねえからどこも行けないし、そもそも防音室が欲しいんだよ俺も。加藤純一さんの見てていいな、防音室って思って。俺も防音室でやりたいわ。でも俺一人暮らしできないよ、カビの掃除とかできない、できない。うんち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 、どうせまたお母さんと一緒なんだろうなそれは違うか。そういうためにお嫁さんって取るのかって、その差別発言じゃねえけどさ、養う代わりに養ったりとかね、そうする代わり掃除してねって美味しいご飯作ってねえか、専属契約的なもんかね。別に働かなくていいから、まあ家の中で働くんだけど、そのね社会いざこざには的なのなんだろうな。みんな結婚する理由って、結婚なんてめんどくさそうだな。でもな、掃除もめんどくさいよな。もう一人しかいなかったらやる気はないけどさ、でも別にそんなやれないっしょ。うん、なんだかんだ言ってやれないんだろうね、掃除は。あ、この癖直さなきゃ。カクンってやろうとするんですよ、肘を。これ良くない、だから絶対痛めるから。癖が出ちゃうんですよね俺の。アクエリアスってほんとうめえわ。おいちい。うまブブ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 ブ、なんかいやいやだ、もう一回見ようと思ったけどキモいので見ません。だからムカつかない？俺何も悪いことやってないんで、引きこもりだから。なのに俺悪口言われるの、男だから。ムカつくー。って別に女の悪口ない、だって俺は会ったことないから。引きこもりで悪口言えません。別に言いたくないですけど、あの人たちうるさいんでね、うるさいらしいので。でも年齢偽るシリーズ何？女特有のさ、ポケカメンさんかなんかちょっとした休止？何あれ、年齢偽るシリーズ。そういうね、ああ YouTube の正確なチャンネル登録者が非公開に、だってめんどくさわざとやってんのかな、18歳って言われたら。正確なチャンネル登録者数が非公開だって。変なの、マジで変だね。 YouTube 変な方向にいっぱいいて、おい YouTube で言うなよ。なんでだろうな。あーでもあれだろうね、なんか登録者解除祭りとかクソつまんないものとか、あれ意味わかんねえよな、登録者解除祭りって。あれ
多分あれあんま面白くないでしょ別に。もっと面白い遊びすればいいのにね。でもなんかムカつくね、登録解除祭りってねされたらムキーって来ちゃうな俺。別に俺何もできないけどさ、寝よ。くぅ、布団の量減らしたんだよ。ああ、いい足首だ。今日なんかもうテコテコしすぎてさ、足首痛えわ。な、ケツも痛え、できもんができてら太ももの付け根によ。はあ、ああ、寝ながら雑談。うわ、眠りの引力がすごい引きずり込まれてくる。寝ちゃうよ。ああ、寝ちゃう、寝たきね。はあ、寝ちゃう、やばい、引き込まれる、助けて、眠い、すごく眠いな。眠。何喋ろっかな。登録会始まって、まあ別にそんなつまんねえこと俺の口から喋っちゃダメだ。でもほんと自然体が出してないな。え、でも意外に出してんだよな。でもな、自然体の種類が違うんだよな、リラックスのなんかと思う。でもまあ、でもちょっとは緊張してるでしょ。痛い、足痛い、なんかめっちゃ痛い。痛風って感じじゃねえな。デブがなんか動きすぎた感じだ。あー、痛い足首が。なんてんだこれ。なんか肉離れ的な、指離れ。痛い。いや、こうガチで痛い。まあいいや。ガチで痛がろうが痛くなかろうが、痛いことには変わらない。いや、違う。痛くなかったら痛くないんだよ。何言ってるんすか。うわあ、何しよっかな。プン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 、ちょうちょうちょういい感じ、ちょう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 いい感じ、ちょうちょうちょういい感じ、ちょう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 いい感じ。いい感じって言うな。ちょ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 、いい感じ。何しよ。金とかよりも Chromecast と Amazon Fire Stick TV2 個欲しいんだよな。で、ワンピースも買うとなると結構な額がしますよ。ワンピース。ワンピースなんだ。カラー版全巻か。たけぇ。たけぇ。ワンピース面白いな。ほんとに。おもれーよ。眠すぎる。もう8月おしまいだ。足の指が超痛い。 VTuber の引退とかさ、かわいそうだね。なんかね、ね、やっぱさ、二次三次やら何やらもさ、ビジネスでやってるわけだから、何人も何人も囲ってらんないんでしょ。ってわけでもないのかな。別に足切りっていうか、そんな感じっぽそうには見えない。だからリアルの事情だったりするのかな。それが引退詐欺とかかな。引退詐欺でさらに爆発的に伸びていくみたいな。
当にムカつくな、ピアノシステムさんのな、 VTuber の画像いやな、笑ってる、なんだろうな、おとぎ花なんたらみたいな人のやつ送ってくるの。俺に、なんで俺あれキャンサーって返したのに何もやってくれないんだろうな。キャンサーって返したんだよ。腹立つわあいつ、ピアシスよ、どんどん腹立ってきた。いや本当に腹立ってるわけじゃないやろ。いや腹立ってる人みたいだね。なあ、そのなんだろうな、よくないんだよな俺、全然ふざけて言ってんのにさ、あのふざけてる感じが伝わって、演技力とか素だからさ、そういうとこがないんだろうな俺の基礎、笑いの基礎的に笑えないんだよ、ただ怒ってる人になっちゃうから。すごいね、そのプラスの感情ができない。だってまあプラスの感情じゃないから別にね。ムカつくわ VTuber、 キャンサーって返したんだよ俺。なんかさ、どう YouTube 見に来てくださいってで無言のさ会話してくんだろうな、あの人キレてキャンサーって返した、既読すらつけねえのな、キャンサーって返したのにさ、なんか言ってよ。ツリーはひき逃げじゃん、お前だけなんかさ、返信ゲットしてさ。まあでもやっぱキャンサーには返してほしくないか。何しよっかな。まあ別に何もしないわ。何も言わないで無言でやっていくの何なんだろうな。暗号？まあいいや。絶対なんか意図とか、まあ意外に意図とかありそうだね。意図っていうかさ、なぜかちょっとくらいありそうなんだよね。別に考えてたくないよ。嫌だ。なんで考えなきゃいけないの？俺がそんなことにって、ね。最低です、俺。そんなことって言ってますけど。本当にそんなことだろうがよ。そんなことに脳みそ使ってる暇はねえけど、暇しかないね。暇はめちゃくちゃあるけど、別にそれに対して脳みそ使いたくないって。だから暇なんだよ。プライドの高さが暇を呼んでいる。眠いわ。あ、眠い。溶けてく、溶けてく、溶けねえや。バリッバリだよ、体。眠いから寝よ。むにゃむにゃしますか。むにゃむにゃって別に寝てないよな。寝てるか。寝てるか。寝てるな、むにゃむにゃ。オノマトペおもれえな、考えたやつ最初に。むにゃむにゃって絶対おかしいじゃん。ね、すやすやとかさ。すごいよね。絶対そんなもんねえのに。擬音。すご。オノマトペ考えたやつすげえって。でもやっぱり日本語なのかな？シャッシュや、みたいな。日本人がオノマトペって考えたのかな？外国にはありそうだけどね。オノマトペ自体は多分外国からなんだろうけど、それが日本語でどうちゃらこうちゃらみたいな、うん、どうちゃらこうちゃらオノマトペかね。〇〇って違うんだよね。なんて言えばいいんだよね。〇〇ってあるじゃん。〇〇ってそこが何でもいいよみたいなさ、何でも当てはめていいよみたいな、何でもないよって時、〇〇って言っちゃうんだよね俺。よくないよな。ほにゃらら、ほにゃほにゃ、にゃらにゃら、まるまるでいいや。ほにゃららかな。まるまるに聞こえるじゃん。まるまるもりもりが出そうになって。あれって犬しゃべるドラマだっけ。犬しゃべるんだよ。でもなんか犬しゃべる感あんま強くなくね。あれ犬しゃべるドラマだよね。多分犬喋ってるだろ。なソフトバンク犬みたいなの目指そうとしたけどダメだった感じか。何しよっかな。なんもね、耳でもかーこ
顔やば、元からずっとやべえよ顔は。顔はな、ちゃんとおかしい人じゃん、やめなよ。フィジットキューブちょっと楽しいかもな。あ、ちょっと楽しいかも。ちゃんとまんまで引っかかってる。エディ HD なんでね、多動性のね毛があるんで僕は。ああ、めちゃくちゃエディ HD の多動性な感じかって言われるとそうでもないけど、まあ結構。あ、耳のうら勧誘。いやーでも今日の朝いっぱい喋って楽しかったな。お母さんに邪魔されたけど、でもお母さんが早く帰ってきてくれたおかげで今日は片付けができました。これから俺の部屋すんごい片付けようとしてるんです今。俺はなんで散らかすかってね、ストレス発散で物を散らかすんですよ。あ、違う、探し物。俺があの散らかす時ってね、探し物をねバーってやりたいんですよ。探し物は何ですか、ラララ。見つけにくいものですか、ラララ。カバンの中も机の中もない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 。うんこ。勢いでやめました。歌歌ってると俺あんま気分良くないんでね。あの歌歌ってるとこ見るのが好きじゃないんで。でもあれは好きですよ。最近好きな動画の始まり方でね、すんごい溜めて。ボルーマンってから始まるの。俺あれめっちゃ笑った。めっちゃ笑ってない。クスッときた。でもあの自分の好みの面白で笑うって超幸せだね。って思った。すごいお笑いはしないけど、くだらねえなって思って。最高って思った。俺の好きな面白で笑った日。ボルーマンって始まる。本当に面白いなと思った。もうあれの一つだけでさ、俺はのし上がっていけるよ。おもれ。最高。楽しくやりすぎだろ、俺 YouTube。もうちょっとつまんなそうにやんなきゃ。みんながかわいそうだよ。みんなも今さ、物壊したりとか、仲良くもねえのに仲良くしなきゃいけなかったりとかさ、大変だけど俺楽しくやりすぎ。ちょっとみんなかわいそうだよ。あー、でも伸びませんけど。伸びねー。伸びないな、どうしよう、どうしよう。伸びないと人はこうなります。でも俺全然戦略とか考えたことないから伸びるわけないんだよね。そりゃ伸びないよって感じですよ。ほんと何も考えたことねえわ。売名ばっかだわんな。まあ別にジャンルがそもそもね、好きなことをおしゃべりって言って YouTube ってさ、長時間聞いてんの難くない。だってヒカルさんってさ、なんでみんなが見るかって、みんな見てんのかな。実は俺しかヒカルさんの長時間動画見てないんじゃないかな。見てない時は見てないし、あれまあ編集でごまかしてる感はあるよね。まあごまかすための編集なんだけどさ、ごまかすっつうよりは間を なるべくなくして聞かせる、無理やり聞かせるみたいなやり方なんだろうけど、別にヒカルさんはトーク力がないみたいなね。でもあの人がねいいんじゃないですか。トーク力なんとか1位でいいんじゃないですか。でも結局はやっぱ稼いでますから、詐欺師だろうと逃げ切ってるんでね。ヒカルさんはそれすごくね、なんだかんだ言って。ホリエモンさんは普通に捕まってるけど、まあそれは規模でかすぎるからな、あの人は。ヒカルさん詐欺師と言われようが捕まってないから。でもなんか捕まりそうだけどな、後々。でも最近知ったのはトミーさんもな AV 見るんだなっていうの。俺は AV 見ないです。AV まだ見たことがない。
まあ、ツイッターで流れてるのとかね、見てね、面白いなって思っちゃうんですけど、面白い映像だからな。人がマジの性をさ、動画にしてるって、俺面白い映像だと思っちゃうから、ね。AV 見たことないな。これからも見ないで生きていきたい。あんま好みじゃないんだよな。リアルすぎんのだってさ、理想をぶっ壊されるの、俺の理想とか願望はさ、リアルなんだからどうしようもない。俺は妄想です。妄想という名の空想、いや、空想という名の空想でしょ。まあこういうエッチなね、エッチ系の話俺したくないからやめよう。もうエッチ話体制がないんだよな。エッチ話をさ、やっぱちゃんとやってきてないから、まあ、ちゃんとやんなきゃダメだな、エッチ話。あと俺の年齢決めました。1歳です。俺は1歳です。本当にあのいろいろあって、あのもうなんだろう、それまでの歴史はマイナス歳ということでね、俺は今日から1歳なんで、あの全然見れないです。いろいろできないです。でもそのなんだろうな、あの精神年齢というよりは形式年齢でもないな、なんだろうな、形式年齢っていうか何年齢なんだろうな、年齢願望的なね、理想年齢は1歳です。僕、俺はこれから1歳として生きていくのでよろしくお願いします。まあこれからも1歳だけじゃないですよ、別に年取っていくけどね。ってことはね、あと19年もあるか。19年になるよ。ちゃ19歳、あと19年年取ったら俺すんごいいい年だよ。すんごいいい年。でもやだな、親のなんかやんなきゃいけないのにさ、働きたくなさすぎるから。ちゃんと俺ネットこじきしとく。スーパーネットこじき、もう何言われてもね、辛いかもしれない、俺頑張んなきゃいけない。こじきに頑張るもねえけどさ、欲しいものリスト公開だの、投げ銭だの、やんないとね。誰もグッズ買わねえんだよ。でもさ、なんか俺ファン作るの下手なんだよな、俺の動画。てかその面白いもん見に来てないもんな、別に。 YouTube の面白さで鳴らされてるからさ、そんなやつでも分かるくらいのなんか良さが大事だけど、無理無理無理、やり方分かんねえんだよ、分かりやすさの。だって物事何でも分かりやすさだからさ、キャッチーな感じ、ポップだよね、ポップな感じでいかなきゃいけないんだよ。俺がやってんのって言えばさ、アートといえばアートなわけなんですよ。一人でずっと喋ってる、独り言ね、一人でだよ、本当に誰もいない。まあ犬は向こうにいるけど、部屋には誰もいない。まあね、虫かな、ちっちゃい虫とか微生物とかいるけど、いるかもしれないけど、なんつうんだろうな、一人で喋ってる、ずっと喋ってるやべえやつみたいな、まあアートといえばアートなんですよね。うん、でもアートには何か意味を込めなきゃいけなかったりするんで、まあ別に意味って言われても、今回の意味はこれです、あれですよ、一つありますよ、最低。ラーメンはちゃんと湯切りをしようと。で、なるべく浄水器や浄水した水や天然水で、ね、スープなりあれをしようっていう教訓ですので、アートなんで俺は。別になんだろうな、この絵に込めた意味じゃないけど、この動画に込めた意味は今日これだから、俺はアートです。アートと言われれば。でもアートってあんま言いたくないよね。うん、かっこつけてる感じがしてさ、ちゃんとアートしてる感じじゃないからさ。だアーティスト、話術という芸術。でもそこまで俺昇華できてないからな、別に。まだまだ雑魚雑魚雑魚ですから。雑魚雑魚の雑魚とか言いそうになったらね、そんなね、なんか夢ミリアムだっけ、あれがね、あいつが言いそうな言葉を俺が言ったら爆発死産、死んじゃうよね、むごい死に方で。そんな死に方で死にたくないな俺は。そういうね、インターネットミーム的なワードとか、そういうツイッターのやつが使うようなね、面白くない使い古されたワードを使うと、
そのね、つまんなアナフィラキシー、アナフィラキシーつまんなみたいなね、つまんないことを2回言うと言う知るんですよ、同じものをね。うん、だから俺やばいです。もう次はんほにゃほにゃのほにゃみたいなね、まあ、ここでほにゃ使ったけど、まるまるのまる、まあ、ほにゃほにゃほにゃららほにゃららの、まあ、ほにゃほにゃのほにゃとか言ったらね、死にます。あ、これは今ね、あのヒカキンさん直伝の変顔です。はい、死んじゃうんでね、俺のクソ演技とともに。よくない、アナフィラ最近よく言うよな、お母さんが、お母さん2度目入院した時は多分死ぬ時だからって言って、アナフィラキシー入院とか言って、俺ずっと好きなんですよそのワード。うん、ちょっと不謹慎さがあるじゃん。でも俺、お母さん2度目入院したら絶対死ぬからな、過労で。死んでほしくない、本当にお母さんには死んでほしくないんだよ。全然好きじゃないけど、お父さんといるよりマシだからって言ったら絶対お母さん死ぬな。そういうもんじゃん世の中って。試練をなんか出してくんじゃん、うざ。何が試練だよ、もうちょっと楽ちんにさ、やらせて、生きさせてって言って。星野源が最近サブスクリプションでさ、いっぱい曲を公開してくれたらからラッキーって胸が聞いた。いい曲いっぱいあるね。うん、なんか地獄でなぜ悪いでもない、ここは楽しい地獄って言ってた。地獄ですね、楽しいですけど、本当に楽しいけど地獄ですけどね。お先真っ暗でーす。なので皆さんのね、富をね、俺に分け与えて、俺をね、そこそこいい思いさせてほしいな。面白いことするから。でもやっぱ金みんな払ってくれねえんだよな。金払わないと俺ダメになっちゃうからね。あ、だからなんか投げ銭サイトとか作ろう。でも金払わんからな、みんなめっちゃ文句言うじゃん。全部おごしとこう。お前が金払いたくないだけだろみたいな話で。でもなんかあれ前も言ったけどさ、ナロー系、ナロー系じゃない、なんかそのメリットみたいな、その小説をな、ペンギン社長って人が言ってた、すごい利益が高いっていうか、なんだろうな、なんだろう、収益がその漫画家さん、漫画家じゃない、小説家さんにいっぱい入るようなサイトを作りたいって言ってて、そこで売ってってどうで作りたいって言ってたので、見る側にメリットがないとか言ってる人いたけど、別にメリットとかなくない、無料で見てる分際で、なんで何でも無料で見なきゃいけないのって話じゃん。普通作品っていうものは金払って成立するもんじゃないの。それを無料で見ている分際でね、まあこれからの時代は無料とかね、定額とかそういうのっていうのはすごい来ると思うんだけど、まあ無料でできるものはなるべく無料みたいな感じで、作品だから人の時間を削ってたり、いろんなもん削ってできたのがやっぱ大なり小なりやっぱ作品なわけですよ。それを無料で見ようとして、でケチつけてくるやつって、なんか人として終わりすぎてるよね。なんか批評家気取りのやつらって、俺批評家大嫌いなんですよ。俺な、雑食っていうか別にそんな嫌いなもんないんですよ。音楽なり漫画なりね、アニメあるな、意外にまああるっちゃあるんですけど、好き嫌いとか、うん、なんかナロー系っちゅうんじゃないけど、なんかみんな顔が一緒なんで嫌なんですよ。うん、顔がね、ナロー系って言っちゃいけないんだけどさ、言っちゃいけないわけじゃないんだけど、でもすごいね、ナロー系って全然マイナーなサイトかと思ったらめっちゃ見られてんだね。まあ無料だからね、タダだからね、タダでみんながね。俺もリゼロのさ小説版見たけど、むっちゃ読みづらくて読めなかった。あの超、まあ俺が単純に、まあ、小説慣れしてないからなんだろうけど、でもどうなんだろうね、あれって小説好きな人が書いたらさ、重めの文章とかにならない、なんか食い応えのある文章とか作ろうとしちゃうんじゃないの。絶対リゼロの人だって俺よりは絶対小説読んでる人じゃん、多分絶対俺よりはいっぱい小説読んでるような人だから、なんか読みやすすぎて食い応えがないなとか、ようわかんないこと言い始めてさ、自分が書いた時めっちゃなんかすごい心理描写細かくしてコテコテになったら困るんだよな。俺小説ってあんま読んだことない、小説あれか、
全然読まないから。強いて言うならあれです、恥知らずのパープルヘイズってやつしか俺見てないんで、小説はね、小説はねあんま見ないんだよ、文学に触れなさすぎてるんでね。うん、おもれんだろうけどな。でもそれで俺がまたなんかね、ツイッターの気持ち悪いやつらみたいに村上春樹村上春樹イイイイみたいなさやってたら最悪だよ。過去の俺が未来の俺見せられたらさ、ショック。そんなだから俺は見たくない、あんなバカみたいなやつがさみたいに。村上春樹の、私村上春樹知ってますから村上春樹のうちは乗りしましょうみたいな感じでツイッターでやるの見たらなんかね、すごくて重くてなんかでかい岩がズーンってなってほしいんだよな、本当にズーンってペシャーン。まあまあでも知るのはかわいそうだからね。うん、書斎みたいな、村上春樹の書斎とか電子辞書ズーン粉砕ね。うん、なんで恨みがあって、あんま好きじゃないんだよ俺は内輪乗りをさ、見せんなって俺に内輪乗りを。うん、うちわ乗りを見せんな見せんな、うん、超感触はね、短めで抑えました。あれでもこんなこと言ったらまた怒られんだろうな、炎上すんだろうね。あ、今言ったことね、これから炎上しそうなこと言うわけじゃないよ、押せよな、全部押せ。まあ多分面白いんだろうね、それはね、いっぱい読まれてるくらいだから。でもそういう人たちになりたくなさすぎるよね、村上春樹のそういう出てくる言葉遣いっていうのなんだ、難しい、そういうさあるじゃん、表現独特な、それを使ってどうよみたいな、私ねっていう内輪乗りをさ、なんかその村上春樹のファンしかいない SNS でやって、そこでやれよなあ、ツイッターでやんなよって思っちゃう。なんかツイッターはそんなしょうもないことつぶやくサイトだろみたいなこと言って、なんか便所とか、俺便所とか汚い言葉嫌いだからさ、汚ねえんだよな、つまんねえやつが汚い言葉使うなよって、俺ほんとひどい人なの、つまんねえやつは何もさせないみたいなね。いやでも俺つまんねえやつはもうなんかいいね、別のことしててほしいの、発信すんなって話じゃん、最低でしょ。いやまあ発信してもいいけど、俺をブロックしてほしい。うん、逆にね、俺の門面ブロックするけどね。まあブロックしたらなんか嫌だ、いきなりブロックされたな、嫌なやつだなと思いますけど、まだいいな、つまんないやつ俺のことブロックしろ、本当につまんねえやつら俺の目に入れたくないんだよ。ブロックされたら傷つくけど、でもつまんないやつ見るよりは傷つかない、ダメージは受けない、絶対。いやつまんないやつですって入れとけよ、なんか名前にアイコンとかにね、私はつまんないので羽島恭志郎さんをブロックしていますって。あ、よかった、つまんないやつを未然に防げてとか言うけど、その紹介文でつまんなかったらどうしよう、うわアイコンつまんな、ヘッダーつまんな、名前つまんなみたいな。なんなんユーモアの魔人になってんだけど、ユーモアのラスボスみたいなさ、ユーモアを持った ものが悪の道に進んだ結果みたいになってない、ユーモアみんなで分け合ってね、みんなで楽しくやっていけばいいのにって、さんまさんみたいな人でね、あれはちゃんとしたいい人たち、俺悪い人、ユーモアを持つだけね、自分の面白させだけでね、私腹を肥やしてみたい。え、俺悪いやつになりたくないんだけど。はい、じゃあ僕いいやつになります。具体的なあれは知りませんけどね、人に別に押し付けてるんじゃないですか、ムカつくなって思いをね、トロしてるだけで。トロね、かっけー。やっぱ賢い言葉はどんどん使って賢ぶっていかなきゃいけないんだよ、賢ぶんの楽しいからな。うん、どんどん賢ぶっていく。まあ、でもうちわ乗りムカつくよなって話で、でそれがツイッターで目に入るから俺ツイッター嫌いなの、うちわ乗りがさ気持ち悪いなって思って嫌なんですよね。うん、でツイッター見なきゃいいじゃん、頑張ってんだよ俺は。そう、でも別に俺は結構好きなんだけど、ツイッターエロい絵が 見れるからとか言って、絵師何なんだろうな、腹立つな、なんかすぐアカウント消すしてさ、あいつら何なんだろうな、本当にすぐね、それなくなったらってなるじゃん、私生活がどうのこうか分かんねえけどさ、下手にツイートばっかしてるから個人情報特定されんだろうけどさ、すっごい口悪いけど、
なんでエロい絵描いてるやつ逃げんだろうな。逃げるっていうのもなんか違うけどさ、残してどっか行けるって話だ。全部消して逃げるって嫌がらせじゃん。性格悪いんだろうな全員。私はもうこんな追い込まれてんだから、追い込んだ被害妄想的な感じでそうやって絵を全部消したりとか、鍵垢にしたりとか、急に消えたりして、名前も変にしたりするし、嫌だな。まあでもね、まああんま言いたくないけど、俺別にもうギリ18歳じゃないの。ギリ18歳じゃないんで、やっぱりあんま言いたくなかったけど、だからエロい絵見てるとかやついるじゃん。18歳面が見たら目が潰れますが、これ4423って人のやつだけどね。その時俺その分見るためにかかってこいって俺思ってるんで、俺とおめえどっちが強いかやってやろうじゃねえのって、俺は強いから余裕だけどって言っていつも普通にエロい絵見てますけど、そんな俺に響くのがないんで別に、あ、そっかって感じでやってます。俺は18禁は見ないでくださいって言われても、なんで取れるかって、俺の方が強いからね。俺の方が強いんで全然俺倒せないんですよそれ。いやブロックすりゃ簡単だけど、俺が知名度ないからバレてないだけなんだけど、いやでも俺マジでさ、もし俺がね18歳になる前にみんながブロックするっていうね流れができたら、俺ほんと腹立つよ。そういうつまんねえツイッター流れができたら、きっちり俺の誕生日に解除しろよ。ほんとにやるんだったら責任持って解除までしろよ。もし俺がね18歳以上、まあでも18歳で人気になれるかっていうとね、そんなそう早い、まあでも早ければ早いほどいいのか分かんねえけど、まあ、なるべく早い方がね、俺の寿命がまあ、いきなりこんなねでけえ声でおえつを吐くような人間なんで、寿命は結構短いか、なんだかんだ言って健康寿命は短くて寿命は長いかで最悪じゃん。そんな健康寿命が生きてる意味みたいなところあるからさ、急に追いつくって、まあ腹減ってんの今俺。でもデブなのにあんま飯食わないの、なんでかってめんどくせえから、めんどくさいのだから俺作んないんだよ。でもお母さんも、でも俺は飯食う時って幸せを食ってんの、幸を食ってんのよ。人から奪った幸せをね、いや別にそんなわけじゃないんだけど、うまさってやっぱさ幸せに直結するわけで、いや直結してると思うんだよな。美味しいもん食ったら美味しい、いいなっていいなと思わない。食べた後美味しかったなりね、没頭できんのよ。俺飯食ってる時すごい速さで時間がやっていくから、うめえって思いながら食ってないんで、別に何も考えてない。でもうまいんだろうけどね。でもなんか俺作業なんだよね、の作業みたいな感じなんだけど、めちゃくちゃご飯食べるの好きなんだけどさ、おお美味しいなって思いながら食ってて、幸せエネルギーを、エネルギー貯めているわけ、幸せのエネルギーを。まずいもん食わされたら怒るんだよ、怒るっていうか嫌だなって。本当にやっぱもう自分のさ、俺自分超ナルシスト、自分の作ったものには、まあ自分で作ってまずいけど、まあ自分が作ったから可愛いかみたいな、子供が作るみたいなもんで、俺許せないよ俺マジで。子供がまずいのやってきたらパーンってぶん投げっけどね。まあ子供ができたら変わるんだろうけど、まずまずってやるような最低な親父になると思うけど、まずいもん食いたくないから。そこが愛とか、でもそういうのばっかやったらひねぐれて育つから、やめた方がいいね。うん、やめるよ俺も。そんな大人にはならないようにする。多分俺子供生まれねえけど、低所得だから埋められねえけど、そこまでバカじゃねえから俺が。でもその付き合ってる女の方がバカだったら、そのわかんねえけどね。でもなんか変なね、やられそうだな。俺もバカだし、そんな頭良くないから。子供は作っちゃいけないと思うな、金がねえとさ。別に作んなくていいと思うんだよ。なんか子供作んのが幸せなのかな。別に他にも幸せあるでしょ、やりたいこといっぱいあって。まあでも作りたくなってね、作りたくなったら金、まあそれじゃちょっと遅いのかもしれんけどね、金をしっかり貯めて子供を万全でさやらなあかんわけですよ。不幸な子供を増やしちゃダメよ。うん、めんどくささの一番
この世で一番めんどくさいもの親だろうな。うん、だから心配だもん俺。ちょっと考えただけでも心配じゃない、そんなちょっとで。だって身をもって感じてもないのに、わ心配しようだからさ、生きてる心地がしないだろうね毎日ストレスで。よくないなそれは。まあ、別に俺は他の人に任せるんで子供は、俺の分までね皆さん産んでください。最低だね、絶対俺の方が稼ぐない将来。適当にな。養子縁組から引っ張ってきた方がいいのかな。なんか養子縁組の子供全員育ててみた。人手が足りんわ、金はあっても。戸籍上は俺の家族みたい。それでまあビッグマム海賊団を作ります。意味のわからないこと言ってますね。足とか出したくない、綺麗じゃないし別に。もうちゃんと装備じゃん。楽しい、こんなくだらねえことばっか。最高だわ。俺はパンツなんでね、俺 T シャツとパンツです。年中年中 T シャツと T シャツとパンツ一丁なんですよ。俺は肌の上に布を1枚以上ね、2枚以上ですね、まあ1枚以上乗っけたくないっていうか着たくないんですよ、かぶせたくない。だから外とか結構きつい。だから俺これからノーパンになるかもしれないけど、ノーパンだとねそわそわしちゃってね、あんま良くないんだよな。なんかパンツズボンみたいになるの、パンツとズボンの 1.5 枚って感覚、限りなくいっぱい着てる感覚をなくすみたいなさ。服着たくねえし、なんか軽いメガネとか欲しいな。あとフレームが、フレームっつうかさ、レンズがでけえ、すんごいでかいの欲しいな。まあ、だったらコンタクトレンズしろよって話なんだよ。コンタクトレンズするか、ちょっとまた探そうかな。なんかおもろそうなパッケージとかさ、コンタクトレンズとかあったら買おう。まあ、なんか検査しなきゃいけないんだけど。いろいろね。視力測ってもらおう。眼科行くか。でも俺ね、眼科とか歯医者は頑張ればいけるんですよ。でも病院だけが無理なんですよ。この俺の。まあでも俺もなんか、まあね、そもそも、まあいろいろあるから。眼科とね、歯医者は超頑張ればいける。でも今頑張って生きてないんですけど、別に超頑張ってないんで。ねみ。58分だ。寝るか。楽しいけどさ、一回動画切ったら別にもうやる気ねえから、やめるわ。いつも50分話してね。楽しかった。今日もね、やっぱその、感情っていうもんをさ、ちょっとわかりやすくしていこうということで、今日も楽しかったな。やっぱ一人でさ、そこそこの声量で喋るって、楽しいね。うん。今日もね、楽しい、羽島京志郎でした。皆さんも。楽しい日々をね送れるようにね、俺の動画見てください。あ、別に変わりませんけど、地獄は変わりません。残念、最低の終わり方じゃん。はい、ね、高評価とコメントお願いします。まあ、チャンネル登録もね、チャンネル登録してるとチャンネル登録欄に俺の動画が大量に更新される嫌がらせを受けれますので、それを体験してみたい方はぜひね、チャンネル登録してください。高評価ね、あ、見てくれてんだっていうの分かりやすいで、やっぱコメントですよ、大事なのは。コメントしてくれないとね、誰が見てんのかなーってね、どんなやつがね、見てんのかなーってのが分かんないんで、本当にコメントをしてもらわないと困るわけっていうけど、ここまで見てるやつ誰もいねえんだよな。だからもっと最初で言っとかなきゃいけねえけどな。まあ、ここまで見てくれてる人はコメントだって高評価だってするだろ。割に合わねえもん。1時間も見たらさ、高評価もコメントも拡散もするだろ。そこまで思い入れっていうか、なんか見ちゃうんだったら。ってことでね、あざした。
今日も楽しい雑談でしたね。まあ楽しい雑談というよりは楽しい独り言、これからもね楽しい独り言いっぱいしていこうねとかね、フラグだね、なんかフラグだねとかあんま言いたくないんだよな。ネット用語的なね、片っ端からそういうの俺嫌いなんですよ。うん、まあ、フラグじゃないけどなんかが起きそうですね、こんな口調だと。よくないな。あーでも今日も楽しいな、やっぱりね。でけえ声で独り言、でけえ独り言は楽しい。あざした。 Thank you.